このラジオ雑談しかないんで基本のくだらない雑談が7割を占めているラジオなんで、はい、だいたいコンビニが彼女みたいな感じで、そうだな、ここ20年間ぐらいやってきたんだ。20年じゃ済まねえだろだいたいね、もうコンビニ毎食コンビニなんだよね。おう、僕毎食なの。一時期スーパーに通ってた時もあったんだけど、うん、めんどくさいんだよね、うん、コンビニのやっぱね、うん、手軽さ利便さの良さ、はい、手軽さ、うん、利便さの良さそこしかねえんだよ。いやさ、温めてる終わりだもんな、そのままいけるもんな。最近になって袋が有料化してから、うん、なんだろう、会話が一つ増えたのが僕にとってはちょっとあれかなって思ってるんですけども。嫌なの、まあ、しゃあないよね。どっち嫌なの、嫌なの、うん、まあ、それはやっぱりコンビニの利便性には勝てないわけですよ。はい、で僕も散々食ったから、うん、一回ちょっとレビューさせて皆さんとシェアしたいんだよね。食い尽くした、20年分の知識をこれだけで1時間終わるぞってまあ厳選に厳選重ねたから、うん、酒とかあんま入れてないから、はい、ねまずね、今日みんな知らないところから持ってきてるから。ファミマの？ファミマのこれ知ってるやつは相当通だと思うよ。置いてる、こんなの。めっちゃ下に置いてっかんね。下なの？どのファミマも一番下の陳列棚の誰も見ないとこだ。一番目立たないところにこれ置いてある、これが一番うまいんだわ、ポテトチップスで。マジ信じて。150g 結構入ってない、ね、これの、うん、これもあるんだけど、はい、美味しいのはビッグサイズの袋なんだよね。多いんだけどさ、はい、一人で食べきるには多いんだけど、うん、その味付けがもうマジ完璧なんだよね。 これのでっかい、そう、量もいっぱいあってうまいの。めちゃくちゃうまいんだよこれ、ほんとだから。マジで、あの小池屋とか全部食ったから僕エヴァンゲリオンのポテトチップスとか、うん、あのヒカキンのベビースターラーメンとか全部食った僕が一押しだから、はい、これが一番。ファミマにしか売ってない、ファミマのオリジナル商品なんで。帰り買ってくわ。しかもさ、波立ってないやつ買っちゃダメだよ。あの2種類ある。プレーンのやつと、うん、波型厚切りポテトの2種類あるんだよね。はい、これ波型厚切りポテトの方が100倍うまいから。波のところに塩とかが詰まってるから濃いんだ味が。しかもビッグサイズで買って。波のビッグな。マジで美味しいよ。すっごい目立たないところに置いてあるの。真下のとこ。うん、あのね、ほんとコンソメのダブルパンチが買ってるお前とかマジでド素人だよこれから言わせてもらうと。これ食ったら歯緑色になるべ。バカお前そんなこと言ってるやつ、それでチュ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 できねえべよなに、どこで食う話をしてんの。家だべ。家で食うならいいじゃん、青のりつこうが。そっか、うん、そんな気にしてるやつは太んないでしょ大体ね。一理あるでしょ。あるわ。ほんと美味しいんでね、うん、これ食べてみてくださいよ。はい、安いんでね、ぜひ買います。これ、うん、これうまいよ。一番うまい弁当はもう確定、セブンイレブンの五目エビ入りあんかけ焼きそば。エビガチ、あんかけガチ、意味わかんない何ガチってかけてってことね麺がこうフライパンとかでこう焼き目つけて固くなったやつにあんかけをかけるのか、うん、茹でたスパゲッティにあんかけをかけるかによってこう食感が全然違うわけ。わかんないダメだこいつあ、でもな、焼き目ついてたかな。その顔は嘘だな。わかんない 100% ないから。あ、ダメだよ、あ、冷凍食品の方のあんかけ焼きそばじゃなくて、うん、弁当棚のとこに陳列されてたやつね、だいたい一番下にあっからお前一番下っすね。ほんと美味しいよ。からしついてるよ。マヨネーズも、マヨネーズこれ何、マヨネーズじゃないのなあ、お前下ダメかもしれんなマヨネーズかけて食ってんのあんかけ焼きそばに。いや食わないですよ。お酢だろ、あんかけ焼きそばってのは。なるほど、お酢をかけて味をちょっと変えて食べるのさ、うん、味変するんだ。でさらにそれでももう一味欲しいなって時に、うん、練りからしをつけて食べるとまたさらに味が深まるんだよ。美味しそうだね。だからそんな焼き目とかどうでもいいんだお前うまいかまずいから食ってろってまあこれ2番目にうまいね。これはファミマが、ファミマの、ファミマで一番うまいね。あとザコだもんあとよくわかんないサーモン寿司5点セットで398円とか、うん、そんなのしか売ってないから。うまいよな。いやダメダメ全然ダメこれミートソース、スパゲッティ、ミートソース、スパゲッティ、ほう、どううまいの、え、どう美味しいの、え
何？例えばこうひき肉がいっぱい入ってて肉感が強いとか。もちろんひき肉はたっぷり入っている。そういうのを教えてほしいんだ。もちろんひき肉はたっぷり入っているし、うん、パスタの硬さ、噛み応え、うん、あの食感、うん、それはもうすべて完璧と言っていいでしょうね。当たり前だな。いや結構ね、あのキノコスパとかタコスパとかいろいろあるんですよ、うん、あるね、ファミマ、はい、それも食べてみたんだけど、うん、こいつに勝てないんだよね。味の深みが違うんだよね。マジ食ってみっていいから。これね、晩酌最強セットを紹介しておきますよ。セブンイレブンのね、味しみ大根、鶏大根。おでんえ、おでんではない。ん？おでんだっけな。いや、おでんっぽいかなと思って。いや、でも味しみ鶏大根はおでんカテゴリーかな。いろいろお酒飲んできたけど、最終的な結論として、はい、ビールと発泡酒に違いはないわ。第3のビールは若干臭いから分かる、うん、でも発泡酒で美味しいわ、十分、うん、このグリーンラベルで十分だよ。これ安いからさ、これ、うん、もうお金がない僕ら必見の、はい、もう昼食これしかないよねっていう。ファミチキとおにぎりだ。ファミチキとおにぎりでもう大満足よ、うん、そうだ、おにぎり2個な。僕昼飯毎回これだから最近。めんどくさいんだもう、満南ご飯をチンするのもさ。シチキンのおにぎりもいいよな、これのセットに。まあまあだね。なんでよ。まあまあといったところだね。これおー、ピーナッツの味。これコスパ最強。僕いろいろ食べたんだ。なんでピーナッツありじゃないの。違う、ピーナッツあれ高いんすわ。20円かな。これ100円なんだよ。おう、しかもさ、いろんな柿ピー食ったんだよ僕。おい、僕の中でいろんな種類あんの。あるんだよ。そしたらさ、コンビニオリジナルの柿ピーが全部クソまずいことが分かったんだね。亀田のしか勝たんのさ、はあ、この界隈。おうで、やっぱり亀田の柿の種って高いんだよ、うん、今6パック入りで298円なんだよ、結構するな。あの小袋1パックで50円すんだよ。おう、大体、はい、これ100円だから結構入ってるし、バカみたいに入ってるから。こんなんなんだよな、おっさんの。楽しいや。お前の20年、クソあせえな。こういうの毎日行って、うん、今日何食べようかなっつって、はい、やっぱり定番のやつ買って帰ってくるのが、僕の楽しみなんだよな。広げてくれよ、うん、ね、もうあだ名つけられるレベルで僕偏食気味だから、うん、同じもんばっか食べるのさ。ファミチキおにぎり来たぞって言われてる。絶対あんかけ焼きそばおじさんとか言われてるよ。2000円袋なしおじさんとかね。ひどい。こんなんだね、意外と楽しみなんだよね。いいと思うよ。やっぱね、日頃の日常の些細な幸せを見つけて生きていくのがこれから先求められる40代像なんじゃないですかね、うん、と僕思ってるんですよ。かわいそう。おい。